あなたの人生をガラッといいものに変えていきたいと思います。はい、素敵なあなたへ。現実シフト専門家の篠崎みどりです。今日はみんな大好き引き寄せの法則、結構ですね意外と根強い人気なんですよね。で、半信半疑ながらもやっぱりみんな興味持ってるんですよ。で、私もしっかりと解説できるようにもう一回復習しっかりし直してます。ぜひですね、ちょっとこのチャンネルでは結構この引き寄せの法則とか、スピリチュアルな話とか宇宙の法則の話が結構人気あるんですよね。で、見ていただいているので、それにしっかりと解説していったりとか、実際に私が実験していったりとか、こういう風にするとうまくいったよとか、こういう風なのを試してみたいっていうのをみんなで一緒にですね実践しながら、やっていければいいなと思っております。はい、で今日は意図的に願いが叶う宇宙の法則とはということについてお話ししていきたいと思います。一応ですね、その具体的にじゃあ何をどうしていったらいいのかっていうところが明確になるようにお話ししていきたいなと思っていて、そうで、この願いが叶う引き寄せの法則、宇宙の法則ですね、これの大事な部分というのが意図する、意識する、これをはっきり持たないといろんなものが混沌として、例えば惰性で考えちゃったり、惰性で意識してしまったり、惰性でフォーカスしてしまってるものも全て現実に引き寄せられてきちゃうので、引き寄せの法則っていわゆるもう、引力と同じように自分が常にそれを信じようが信じまいが働いているようなものなんですね。働いているものなんですよ。で、自分が常に意識を向けてたりとかフォーカスしているもの、それに無意識であろうが意識的であろうが宇宙の法則で働いちゃってるので、じゃあ、今望まない現実がわーっと巻き起こっているのであれば、おそらくですけど無意識なんですよね。無意識で何かに気を取られちゃったり、感情を持っていかれちゃったり、思考を持っていかれちゃったりしてる状態なので、それを意図的なものに変えていきましょうねというお話です。さあ、今日の動画でそれをはっきりさせていって、あなたの人生をガラッといいものに変えていきたいと思います。さあ、ここでですね、あなたがこの動画を最後まで見た方がいいという理由を、お伝えしますと、なんで今あなたの目の前に望まない現実が巻き起こっているのかというのがはっきりします、というかはっきりさせましょう、もうこれで。そうだからね、望まない現実にもうわーっと振り回されるのはもうこれで終わりにしましょう。はい、まず大事なポイント2つお伝えします。2つです。1つ目、自分の望まないこと、欲しないこと、これにもう意識を向けるのをやめましょう、思考するのをやめましょう。で、2つ目、さらにはその望まないことに感情を乗せるのをやめましょうということです。そう、ただ考えちゃった、どうしようの、引き寄せちゃうっていう人もいるんですけど、大丈夫です、安心してください。ちょっと考えたぐらいで、それは現実にわってやってきたりしないです。そこまでの大魔法使いだったらさすがに、もうすごいと思うんで、そうはならないので安心してください。まずは望まない現実に意識、思考、感情、これを向けないことです。でもっと言うと、思考を向けちゃった、意識しちゃった、フォーカスしちゃった、そこにさらなる感情というエネルギーやガソリンをくべないでくださいっていうことですね。感情というのは思考よりももっと強力なエネルギーが動いてます。そこには磁力が発生するらしいんですね。磁力です。要は嬉しいっていう感情は嬉しい出来事を引き寄せる磁石となってあなたの中に埋まってます。で、それとは別にネガティブな感情ですね、怒りとか憎しみとか不安とか悲しみ、心配、そんな感情はですね、そんな現実を引き寄せてくる磁石となってあなたの中に埋まります。これ大事な部分なのでしっかりと意識しておいてほしいですね。そう、そして今2つね、思考を向けない、そしてそこにさらには感情を乗せないっていうこの2つのことを、お話ししたんですけど、そこで出てくる疑問というか心配事がさらにまた出てくるんですけど、私もよくあるんですけど、それを考えないように しましょうねとか、考えないようにしてくださいねって言われたら考えちゃいますよね。なんかよくあるのが、ピンクの像を思い浮かべないでくださいねって言われたら絶対思い浮かべちゃうじゃないですか。そう、青い猿をイメージしないでくださいねって言われたら青い猿が出てきちゃうじゃないですか。そうでね、パッて、出てくる分にはいいんですよ。そう、あなたが今ラッキーなのはそれが出てきても大丈夫なんだという一つ安心ポイントを今持ってます。さらにはそこから、じゃあ望まない現実を思い浮かべちゃった、意識しちゃった、思考しちゃったならば、あって気づいてください。あ、今私望まない現実に意識してる、思考を向けている、感情を向けているなっていうのを意識してください。気づいてください。
でそこに気づいたら、おっと違った違った、逆逆と、今その望まない現実を見てしまっている、思考してしまっている、感情を乗せてしまっているのであれば、その逆って何かしらってこう考えてみてほしいんですね。一旦立ち止まって、何だろうと、逆の私が望むものって何だろうと。例えば今オリンピックが延期になったりとか、東京は封鎖されるのかロックダウンなのかとか、備蓄をしましょうねとか、なんか海外に行けない人たちが増えたり、世界中でいろんな新型コロナウイルスによる脅威がこう巻き起こってるわけなんですけど、じゃあその現実やそのニュースやその出来事に意識を向けて、ああ私の生活一体どうなってしまうのかしらって心配を向けるのではなく、じゃあ、自分が望む現実って何だろうってなった時に、海外にも自由に行き来できるようになって、お花見もみんなでできるようになって、そしてこの普段当たり前に当たり前のことができている、当たり前にたくさんの人たちとみんなで同じ時を過ごせることってすごい幸せなことなんだなっていうのを、感じて、しかもそれを実際に体験できているっていうことが望む現実だったとしたならば、そこに意識を向けるんです。そうで、実際問題、例えば、集団によるこう会イベントみたいなのは自粛してくださいねという要請があったりするじゃないですか。で物理的にじゃあできないから、それを意識したりするの難しいよと、かつそこに向かって今できることをやるのも難しいよってなった場合、そうじゃないんです。それだったらバーチャルでいいので、みんなでじゃあ疑似的に集ったりする環境ってできないかなって考えたらいいんです。オンラインで今いくらでもつながれる時代なので、疑似的にできる方法を考える。で実際にそれをどうやってやったらいいかな、どうやってみんなに希望と感動を与えられるかなとか、どうやってみんなを元気な状態に励ませられるかなっていうのを考えて、今そこに、最高、そうやってみんなが喜んで、ハッピーな状態になったら最高だなってもし思うのであれば、その心や感情でいっぱいにした状態で今できることをやるんです。今その状況にしていくには何をやったらいいかなっていうのを、いっぱい考えて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 、そこにアンテナを向ければですね、必ずいい方法って降ってくるので、今自分ができる、取るに足らないことであってもやるんです。そうだから、望まない現実が出てきたらチャンスなんですよ。私の望む現実って何だろうって、そのただ真逆を考えてあげればいいだけなので。でここでとっても注意するべきポイントがありまして、例えば望まない現実に出会いました。じゃあ望む現実こうだ、私の中の望む現実これだってイメージしました。心も感情もワクワク楽しい幸せでいっぱいになりました。でそこに向かって、今できるべきことを淡々とやっていってます。このあと、とっても大事な部分というのが、現実はもう変わったかな、まだ変わんないのかな、まだか、現実変わるのまだか、まだなのか、まだ変わんないの、私もうすっかり望む現実フォーカスしてますけど、そして感情も、すごくワクワクしてますけど、そして思考もそこに向けてますけど、現実まだ変わんないんですかって、現実をまた見に来る。これってすごく、せっかくうまくいってるところを全部ガシャーンって積み木をガンガラガシャーンってこう壊してるのと一緒のようなもんなんで、それはしないでほしいんですね。現実はまだ変わんないのかなとか、まだまだ現実変わんないよ、あれなんで、なんで現実変わんないの、こんなにやってるのに、こんなに頑張ってるのに、こんなにしてるのにって、今度はネガティブな方向にまた自分でベクトルを向け始めちゃってるんですね。現実を見れば見るほど、変わってない現実、なんで、私このためにやってるのに、え、なんで、もう見返り求めちゃってるんですね。現実が変わるための手段に、目的になってしまう、こう手段と目的がちょっとよく分かんなくなっちゃうんですね。そう、目的としては自分の心を平和でウキウキしてワクワクして前向きな感情に持っていくっていうのが実は最終的な目的なんです。その感情の状態、心の状態を作っていれば、やがては現実はそんな風に変わっていくので、そこを目的としてしまってはダメなんですね。手段としてしまってはダメなんですね。この手段と目的の使い方、言葉にするとちょっとわけわかんなくなるので、わかりやすく言うと、現実が変わるためにそれをやるんじゃなくて、その感情や自分の中身、内側、それをワクワクな状態、幸せな状態、嬉しいの状態に変わったところでもう終了としてしまった方がいいんですよね。現実はまだ変わんないのとか、現実は望まない現実のままだけれどもとか、そのスクリーン、あくまでもスクリーンです、なので、現実がまだ望むものに変わってない、うわーっとこうへこむ、
その悪循環を作り出すぐらいね、であれば、この引き寄せの法則は使わない方がいいんです。向いてないので、そう、逆にあなたの気分を害してしまうぐらいだったら、この引き寄せの法則は一切忘れた方がいいんですよね。これをどうやって意図的に使うか、上手に使うかっていうと、あなたの心の中、内側をいい状態、前向きで明るい感情にするっていうのが最終目的だぐらいに思ってた方がうまくいきやすいです。現実はどうであれ。でね、そう、種明かしをしてしまうと、そのあなたが現実はもうどうでもいいわ、もう変わんなくたっていいの、私の心の中は常にワクワクだし、常に明るくて前向きで、嬉しい状態、もうこの生きてるっていうだけで幸せなのって思える状態に、本気の本気でなった時に、現実はガラガラガラって変わり始めるんですよね。そう、私これにすごい衝撃を受けたんですよ、過去。私自身も現実はまだかって本当に見張る人で、この引き寄せの法則を生実家こう知ってしまったばっかりにですね、それを現実が変わるためにテクニックとして使ってしまってた時期があったんですよ。当然ですけど、そうなると現実良くならないんですよね。もしくは不安定な現実を体験してしまうということになってしまうんですけど、ある時もう吹っ切れたんですよ。あ、もういいと、私はいつだって自分の心の中は選べるんだ、自分で決められるんだ、自分で、あり方は自分次第なんだ、そして自分が世界を作っているんだから、きっとどんな状況であっても私自身が幸せでさえいれば最終的に幸せな現実になるはずよって、だってもう現実がどうであるってもう関係ないって、もう一切見ないようになったんですね。見ないようになったっていうのは、望まない現実であってもそこにフォーカスを向け続けないっていうことを本気でできるようになったんです。それをパーンとこうで、なんだろう、もうどうでもいいやみたいな状態ですよね。ある意味私の心の中が平和でウキウキしてる、もうそれだったらもうどうでもいいやっていう状態になった瞬間、現実があっという間にすごいスピードで変わり始めたんですよ。そう、だからここをすごく、大事な要素なので、注意してほしいポイントです。そうで、ちなみにですね、私は経済的に豊かになりたいという思いがあって、で、そう、健康面はすごい、まあ健康だったし、人にも別に何だろうな、困ってなかったというか、私はたくさんの人に囲まれたいという願望が全然ないので、まあそれなりに、孤独でも全然幸せでいられる状態だったんですけど、ただただやっぱり経済面がもうちょっと豊かになりたいなとか、もっと好きなことを好きなだけやりたいとか、好きなね食材を買いたいとか、もう本当そんな風に、もう少し豊かになりたいという思いがあったので、やっぱりそこに特化して、勉強もしましたし、行動もしたんですね。そう。で、経済的に豊かになるためであれば、必ずですね、仕組みや方法とか、辿っていく道、もしくは段階、とかやっぱりあるんですね。で、しっかりとその型みたいなのもありますし、必要な手に入れなければいけない知識やスキル、っていうのもあったりします。これからの時代は必ず個人でもそれが必要になってくると思います。だけど女性でも分かりやすい、例えばビジネスの知識だったりマーケティングの知識っていうのを教えていたりしますし、例えば宇宙の法則、こういう引き寄せの法則を使って自分の、好きなことを仕事にしていく方法だったり、才能を、お金に変えていく方法っていうのを教えています。そうで、具体的な方法と、あとは実践できる環境っていうのもしっかり作ってます。興味のある方はですね、 LINE の方に登録をしておいていただけると嬉しいです。はい。で、私のチャンネルではですね、こういった宇宙の法則だったり引き寄せの法則だったり、そういって実際に使ってうまくいった例とか失敗した例とかをシェアしております。エネルギーがですね、いいエネルギーが湧いてくる生活習慣とかも身につけられるような、内容をシェアしてますので、ぜひですねチャンネル登録の方もしておいていただけると嬉しいです。で、 LINE に登録するとですね、明日死んでも後悔しないと思えるぐらい、今という一瞬一瞬をですね、素敵に生きれるエッセンスが詰まった動画をプレゼントしております。ぜひ、登録して受け取ってください。で、最後にちょっとしたお話いつもしております。今回はですね、この、エスターとジェリーがエイブラハムという宇宙の存在ですね、目に見えない存在とこうコミュニケーションを取っている時にしていたある質問なんですね。そうで、ジェリーがエイブラハム、ジェリーというのはエイブラハムという宇宙の存在と交流ができる方なんですけども、その方がですね、エイブラハムにこういうふうに質問をしてたんですね。物質界にいないエイブラハム、あなたたちはこの私たちの世界で見る成功というのをどんなふうに見てますかって質問してました。そしたらエイブラハムはこう言ってたんですよ。
まあなた方からしたら成功とは、例えばお金がたくさんあるとか、何かの表彰されるとか、ね、賞賛を浴びるとか、そういうことかもしれないと。でも私たちから見たあなたたちの世界の成功っていうのは、明るくて前向きな感情が持ててるかどうかだっていうふうに言ってたんですね。結局私もこれにつけるんじゃないかなと思います。やっぱり、心の状態とか、どういう人が、その人がどういうふうに生きてるかどうかなんじゃないかなと思います。確かにお金の豊かさとか、たくさんの人に、人気がある、愛されてるっていうこととか、健康であるっていうことももちろんそうなのかもしれないですけど、それすらも実はどうでもよくて、自分がここに生きていてどういう心でそこに存在しているのか、もうこれだけで十分なのかなという気がします。はい、ということで今回ですね、意図的に願いが叶う宇宙の法則、引き寄せの法則の使い方についてお話ししてきたんですけれども、ぜひ今日のお話ちょっといいなと思っていただけた方はですね、グッドボタン押していただけると嬉しいです。不安な世の中だなということなので、どんどん収入を上げていきたいとか、どんどん、自分の望む現実こうなっていきたいというものがあればですね、参考になるお話が絶対どこかに詰まっていると思いますので、ぜひ、明日からも、楽しみにしておいていただけると嬉しいです。それでは今日のお話は以上になります。ありがとうございました。